方がいいよ。でやっぱネガティブだったりするとやっぱ運気も悪くなっちゃうと思うしね。うん、そうだから私もネガティブな人あんまり一緒にいたくないんだよ。暗くなっちゃうんだよね。なんかこうモチベーションなんかこうやっぱ明るい人がいいし、友達もそうなんだよ。だからコメント言われるんだけど、なんか元気になるとかさ、多分明るいからなんだろうね、前向きとか。あ、そうだ、忘れてた。ちょっと忘れないうちに、あ、今月のマンスリー上位の人にミサンガをプレゼントしたいと思います。これちょっとちょうどあと30分あるから、ちょっとこれ作りたいと思います。よいしょ。そう、ミサンガを作る。このね、縁結びの糸。出雲大社のね、有名な、これは人は誰でも幸せを願うものではありません、そしてその幸福は良縁を得て良い家庭を作り、世の人々と共に幸せな生活をすることであります。昔から大黒様を縁結びの神と申し上げますが、縁とは男女の縁をはじめ、いい友を持つこともまた良い運が開けることも全ての縁なのであります。そうだからね、全部の良縁でね、仕事とかさ、友達ね、家族、恋人ね、夫婦。そう、これを作りたいと思います、この糸で。これね、これを、久々に作るわ、これ。これ一本で何人前作れんだろう。前に出会えて、前もだよ。前も配信やってよかったよ。本当に。ネクラだし。そういった意味でも0万に本当に感謝だね。欲しいな。これね、くちゃん。10位以内にプレゼント中にします。ちょっと数に限りあるんでね、これ。うん、カニカマ欲しい？こんぐらいかな、1本。1本こんぐらいで。うん、マイリスト可愛い子多いよ、マジで。ほんとそう。な、狙われちゃうかもね。あの、アカウント出したら。うち、可愛い子多いから。
とう。まちゃんも可愛いもんね。狙われちゃうわ本当に。なんかゼロワンあたりに狙われそう本当。わかる？そっち系だよ。可愛い子多いよ。ありがとう。改めてありがとうね。あー嬉しい。前も遅れて。ありがとうミラクルボックス。ナイス。こちらこそありがとう。遅れた。なかなかさ前のさなんかリスナーさんね受け取らないっつうか多かやっと受け取ってくれた匿名さん今の人。呆れてよかったよ。ナナちゃん効果かな。ナナちゃん効果。あーこれは4本かな。1つに4本だな。これ5本作れるかな。5本作りたいな。これあ5本作れるわ。リポシー飲んでる。リポシーって何。リポシーって飲んでない。5本作れますね、これ。え、わかんない。私そんなにあれだよ。美容系？そんな私美容のさ、詳しいわけじゃないからね。ただ私の友達が詳しい子多い。それで情報を集めてみたいな感じ。そまゆもちょっとこの前糸がほどけたから、そまゆもねちょっと作る。1個は前の分で。まあ、でも簡単だけどね。三つ編みにするだけだから。三つ編みにして。でもこれもらったら嬉しいよね。神社とか好きだったら。みんなじっと見てる？集中してる？私もちょっと集中しちゃってる。でも私これ本当にあの絶対当たってると思う。これもね韓国でちぎれたりとか喧嘩した後にねするってほどけたりとかマジで当たってると思う。動かないようにテープを貼って三つ編みします。
きよ。簡単だよ。めちゃくちゃ三つ編みって誰でもできんじゃん。こんなものは簡単だよ。これでミサンガ作ってる。ミサンガ、あの縁結びの糸でミサンガ。ミイコにもあげたんだけどね。いつの間にか配信見たらつけてなかったの。キャリーちゃんにもあげたよこれ。これね、これまあちょっとこの端っこをこれ縁結びの糸でミサンガね、こうやって腕とかさ、あとはまあ足首とかね、あとはバッグとか何でもいいから、何にでもいいんだよ。別に自分にじゃなくてもいいけど、これ身につけてだ、身につけられるお守り。眉らしいでしょこれ。眉っぽいよね。マジ。あ、ありがとう。あ、みーちゃんありがとう。10個ナイス。みーちゃんありがとう。抽選券もありがとう。みーちゃんありがとう。みちゃん嬉しい。眉らしいプレゼントだねこれは。そう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 、これはね六本木、東京かどこだっけ、あそこ出雲大社の本店、そこで日本でそこと東京でしか買えない。そう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 、いつも腕につけてるから次は足につけようかな。足に、簡単だよこの。見なくても、これ恋愛だけじゃないから、全てのご縁だからね。なんか
メガホンに対してありがとうと言えてとても好感を持ちました。礼儀正しくてファン礼儀正しくてファンタです。いつかでかいの投げますよ。僕は投げるとき投げるのでありがとう。礼儀正しくてファンタです。ファンタナイス。好感を持ちました。ファンタです。ありがとうございます。そういえばさ、出雲大社の分、そうなの？調べたらなくねえか。同じ名前じゃなくね。でも出雲大社のさ、同じ名前じゃないよね、それきっと。あ、やべ、あ、前の母のお母さん60日の手間が欲しいと言って買ってあげた。実績あるもん。バイト2つあるし。かわいいね。454さん多分大学生ね。えすごい順、なんかきれいな、まだきれいな魂を感じるから若いんじゃないね。若いでしょ。汚れてない気がする。美しそうだ。これ2本目。例えばなんかさ、みなちゃんさ、マリオさんと別れたじゃん。多分今別れたから一気にさアンチ減ったんじゃない？みなちゃんっていい子じゃん普通に。あんないい子でもさ、いつもニコニコしててさ、ねえ、あんな子でも叩かれるんだから本当大変だよね、配信者の彼女になると。別れたよ。アンチも多かったんで一時。でも別れたら減ったんじゃない？大変だよ。ねえ。あることないこと言われるし。うん。2週間だっけ別れたの。早かったね。確かに。まあ、難しいもんね、配信者同士付き合うってさ。難しいよね。叩かれながら付き合っていくんだからさ。うん。それ付き合ったって、だってセックスしたんでしょ？付き合ったでしょ？でもなんか配信者の恋愛ってさ、まあ、ずっとなんかその配信でもその恋愛のことを言われるし話すし、なんか濃いんだよね。だから2週間だから、まあ、1ヶ月2ヶ月付き合ったもんかな。すげえね、なんかこう密は深いよね。それだけでも。大変だよ。マイオさんでもって、まあ、だからゼロワン経由だから、まあ、ゼロワンのね、なんかリスナーさんとかにもやっぱ見られるもんね。改めてやっぱ大変だったん、改めて私もね大変だったんだなって実感した。
まあ眉はさ、まあ小林出身だからさ、まあやってこれたのもあるよね。あ、こういうもんだわみたいな。金ちゃんの彼女なんてもっと叩かれるからね。一時の金ちゃんの女芸ってさ、ひどかったから。なかなかだよ金ちゃんも。それを見てきてたからね。ってのもある。金ちゃんの小映えだったからこそみたいな感じ。そのね、金ちゃんのさ、元カノからの里美さんからさ、コラボの依頼をしてくださいなんて言われる時が来て、ほんとびっくりしちゃうよね。マジかよ。小林じゃないよ、元小林。金ちゃん面白いよね、話も面白いし。金ちゃんはマジで中毒だったな。金ちゃん中毒だった。中毒性があるんだよ金ちゃん。あ、やべ、あー、わかる。でも最近もう落ち着いちゃったよね。お酒やめちゃったんだっけ。金ちゃんイケメンじゃない。肌がちょっと汚いだけでさ、なんで今避けられてんの。だからジロワンと付き合ってからだよそれは。だから絶対的な信頼があったんだよ金ちゃんと私ってね。だから女、だからジロワンと伊藤誠みたいな感じ。伊藤誠ってジロワンのリスナーだったらわかるっしょ。あれ、なんか絶対服従な感じじゃん。ずっとゼロワンについていくみたいな。伊藤誠、その女バージョンが前だった。絶対に裏切らないだろうっていう、それがまさかのみたいな。え、小林多くない、ツイキャス見てるの、朝日奈と付き合った時前好きだった。さきちゃん好きだったな。さきちゃん面白かったね。さきちゃん本当に金ちゃんのこと大好きだったからね。で、金ちゃんと付き合った元カノみんなそう、みんな金ちゃんのことを忘れられなくなってたね。つばにゃんも引きずってたし、さきちゃんもそう、たまちゃんはよくわかんないけど、さとみさんもそうだしさ、なんかこう中毒性があるんだろうね。なんか魅力が、あ、ゆうたもそうじゃん。ゆうたもさ、ゆうたんそうだね。なんか別れてからちょっと行方不明だから、もう今何してんだろうね今ね。そうだから、あの、さきちゃんって朝日奈ね、ゼロワンはあの金ちゃんの女芸を真似してたんだよ。元祖は金ちゃんなんだよ。で、私はゼロワンのこと全然知らなかったけど、ちょっと金ちゃんに寄せてる感じがあったっていうか、その金ちゃんの女芸全部見て熟知してたから、なんかそういうなんか女芸みたいなのは合わせられ、だからゼロワンもだから、あの、金ちゃんのことリスペクトしてたんだろうね。で、前も金ちゃんリスペクトしてたから、なんかある程度なんか流れが
分かって、なんかやっぱどっかしら金ちゃんリスペクトしてるところあるよね。あと1本金杯の女毛ゼロワン超えられないよ。そうだね、ほんとそう思う。ただ今もうそれできないよね、なんか女ボコボコにしたいとかさ、金ちゃんはそれをね、なんかもうリスナーもね、女は殴るものとか言ってコメントで、やばいやばいよ普通に。ちょっと今はできない、放送できないよね、金ちゃんのあのあれはモラハラだけじゃなく DV だったからさ、うん、ただあの善一さんの女芸も好きなんだよな。善一さん、善一さんマジ面白い。善一さんと付き合いたい。前と善一さん付き合ったらどう？みんなどう？全員さんマジであの女と付き合って輝くよね、うん、そう思わない？見たことない？へえ、全員さんのツバニャンとかエルマルちゃんとかと付き合った時めっちゃ面白かったよ。で、ジェイツさんも目が離せなかったな。でもそれも昔だよね、昔。え、知らないんだ。マジかよ。ジェイツさんめっちゃ面白いよ。そう、全盛期誰か教えてやってよ。スーパーにあんのが一番おもろかったかな。マジでいつも腹抱え、もう腹痛かった。てる。おもろいよね。全員さんとコラボしたい。でもさ、ツバニャンもさ、奴隷って言いながら好きだったじゃん。で、善一さんもひどいんだよ。途中でエルマルチャのこと好きになって、ツバニャンのこと捨てたんだよ。あんだけね、ツバニャンに、あの、養ってもらってね。意外と悪い男だよね、善一さん。優しそうに見えて、エルマルチャに乗り換えたんだよ。ひどいよな。つばには泣いてたの。今の前、そうだね。スケドクちゃんと本当に別れたんだね。前一さん。最後の1本できた。最後の1本できた。よいしょ。ちゃんつばにゃんは大阪旅行で大喧嘩しようゴーズになってまでなったのは、あ、つばにゃんなってたね。配信魂を感じた。坊主になってたね。すごいね、奈々ちゃんもじゃあ子さんなんだね。あ、奈々ちゃんじゃない、みーちゃんもさ、出来上がりありがとう。あ、もう感想なんだ。しかも
ちょうどさ。よし。ああ、5分できました。これね、みさん、これみさんが。お守りの糸で作ったっていうの粋な計らいでしょ。これお守りの糸です。これ縁結びの糸、これね。ちょっと眉結ぶかどれ何でもいいんだけど、足は無理か。足は、あ、いけるかな。たまには足にやるか。足ってどう。丁寧に言われてねえから、お前ブロックするよ。ちょっとこれ、足はちょっと難しいね。本当だよね。しつけなお前。お前ブロックしてやろう。しつこかったんだ。本当だよね。480なんかま万個臭そう。うんとか言って。よし、これは3本目のミサンガ完成。縁結びの糸ね、これで。作りました。これはちょっと大事に取っといて、今月のマンスにジョイの週に欲しい方にプレゼント。かわいいわ、簡単でね。これ女性、男性はちょっと無理かもね。私でだってこんな感じだから、女性で腕はまあいけるけど、男性は無理だから、まあ、男性だったら、まあ、何でもいいじゃん。あの、キーケースとかさ、なんかストラップとかさ、カバンとか何でもいいんじゃん。何でもいい。じゃあ、取っておきます。お守りにいいかもっていうか、これお守りだから本当に。あとはなんか人によってはなんかこう洋服とかに編み込んだりとかするらしいよ。洋服とか、あと、ま、そう、埋め込んだりとか。これはでも本当になんかパワーがあるんだよ、うん、気が入って抜けないから。あ、なるほどね。だからこれってまあ気があるから、なんかいいからっていっぱいいっぱいやってたら、何なんだろう、パワーありすぎみたいな。入れたりしたら臭くならない。ならないよ、ならないよ別に。うん、次枠や寝るかな。実は昼夜逆転しててさ、もう今日も頑張って起きてる。今日何曜日だ。火曜日、明日水曜日。さとみさんいつにしようかな。 LINE しよう。今週のどっかで、今週の水木金のどっかじゃないと。土曜日は総理。
水木金ね、これみさん、みさんが可愛くできました。眉らしいよね、お守りの。ちょっと水木金でさとみさんに聞いてみる。どこに住んでんだろう。あ、そうなんだね、そうなんだよね。さとみさんもうちも都内だけど結構真逆でさ、エリアがどこで、新宿かな、新宿か真ん中かな。そう、いい感じです。水木金のどっかでちょっとさとみさん連絡してみる。あ、思ったけどマジで深酒しなくなったね。深酒いつもお酒飲んだら長時間始まってたじゃん。で毎月私あの記憶ないんだよ、リスワン撮ってる。いつもね酔っ払ってる時にね長時間配信してリスワン撮ってってね。韓国多分20日間じゃない、10月の11日から多分末いっぱいまでが目標かな。いいこと。でもね、人によっては酒雑が好きな人もいるからさ、まあでも最近はなんかちょっと飲んだら眠くなってきた。配信者としてどんどん良くなってる。まあ最初の多分1年ぐらいはみんな心配したと思う。まゆちゃん今後大丈夫かなとかね、子さんの人は知ってると思うけど、まゆも不安だったしね。え、ななちゃんの日私働いてますよ。私も働いてます、ななちゃんのお手伝いで。あきこママの店ね、10月の9日か。先に飲まれる前は嫌。まあね、で先打つ入るんだよ、みんなにダメだったねって言われて。まゆ、ななちゃんの、違う、ママからご指名で感想になったんでね。じゃあ何しようかな。とりあえずさとみさんに聞いてみるわ。そう、ママから来月はだから予定